劇場霊は2015年11月21日に公開された日本映画。伝説の J ホラー、女優霊から20年ぶりに島崎遥香を主演に。監督は中田秀夫で制作。配給は松竹。第21回エトランジェ映画祭、コンペティション部門出品作品。女優として売れず、悩みを抱える主人公、水木沙羅は舞台。 先決の呼び声のオーディションに合格し、早くを手にする。同じくオーディションを受け早くを手にした野村香織などの人たちと共に稽古に励むことになるが、その舞台を公演する会場に、とある人形が持ち込まれて、以降、美術スタッフの死亡事件や主役女優の事故など不穏な事件が起き始める。そしてその事件の真相にたどり着いたとき、 想像を絶する恐怖が主人公たちを襲う。主人公たちは生き残ることができるのか。全国266スクリーンで公開され、2015年11月21日、22日の初日2日間で、講習後720万6200円、動員4万4148人になり、映画観客動員ランキングで初登場第7位となった。 スピンオフドラマ、劇場例からの招待状が、2015年10月17日から TBS で、10月19日から MBS で、放送開始。1話完結、全10話で構成され、AKB48 グループメンバーの11名が、主演を務める。ナビゲーターを映画で、西木の豪太役の小市万太郎が務める。キャスト太字は主演。スタッフ同盟タイトルの漫画が、 週刊少年チャンピオンにて、2015年51号から2016年8号まで連載。脚本は加藤厚也と三宅龍太。作画担当は高尾義信。単行本劇場令からの招待状に関するカテゴリー。ありがとうございます。